アバリエントス、ここに久保田がつきます。切り込んでいってキックアウト、栗原のスリー来ました。来ましたね。韓国代表でもありました。カットしていきます。オーガスト、彼はヨーロッパでバスケを経験。キックアウト、ここをタッチしました栗原です。ジャスティン・マッツ、いいパスですね。バウンドパス通りました。ドンディーです。よく狙ってますね。アバリエントス出せるか。サイモン、アバリエントス切り込んだ。いい、ね、道ができました。まだスターティングファイブから選手の変更はありません。三河、西田からオーガスト、オーガスト切り込む、切り込んでいく、守った信州です。一方の信州、ね、星野が守ってます。星野がボールを持っています。三河の守りです。ゾーンディフェンスです。来ましたね。その中で決めていきました。スリーポイント、中野トンプソンに通った。決まりました。一進一退の攻防が続いています。残りは第1クォーターおよそ2分です。長野から隅野、いいレースですね。また取るか信州。どうだこれは、ジャンプボールシチュエーションですか。そして5試合ぶりに復帰した石川からトンプソン、きたいい。長野、長野がそのまま行った。ブロックした。待って、ブロックしましたね。迫力ありますね。遺憾なく発揮していますね。そうですね、本当に信州、石川海斗、2点リードの信州、いいですね。中野マッツを見ていました。重いですね。やはりこう石川選手アシストがすごく上手ですし、はい、シューターの石井、反対側オーガスト、石井からオーガストに入った。ブロックした。トップトーン、はい、残り時間短くなっています。残り5秒です。いきますね。マッツからゴール下の星野、決まった。終わりましたね。そうですね、最後もねすごくいい形で終わりましたし、はい、まあ、悪くない出だしなのかなというふうには思いますね。A、レイマンが倒れてマッツが押し込んだ、まあ、レフリーがね今起きて、その中でどう攻めていくか。アバリエントスがスリーを打ち、決まった、同点です。落ちてきています。ワールドカップの日本代表です。いいですね。カットしました。新キャプテンの栗原、読んでましたね。今度はマッツマンですね。ディフェンスを変えてきます。三河です。切り込んでファウルを受けながら決めました。アバリエントス、会場がわっと湧き上がるようなプレーをよくしますよね。トリックスターなんていう風にも言われていますが、相性は RJ、ロンジェイ、アバリエント、もうミスマッチですね。ミスマッチやってますよ。石川が対します。二人がかりでいく、いいですね、奪いました信州。ディフェンスがうまくいっています。星野からトンプソンに合わせたマッツが最後フォローしました。なので、はい、ここはすごくねうまく、ディフェンスしてるなというふうに思います。そしてトンプソンのスリー来ました。いいですね。星野です。星野が行くか、マッツに託した。スリーが来ました。タイムアウト明け、得点につなげました。勝負としてもかなりこう楽に進められる展開になるんじゃないかなというふうに思いますね。守りました信州です。マッツが行く、クリエイトしていくか。トンプソンから栗原が空きました。このスリーが来た、まあ、作りとしては完璧ですね。信州がやりたい。スリーポイントが決まるかというのが一つ注目ではありましたが、タイムアウト後栗原が沈めていきました。そして奪った三河にミスが出ました。マッツからサイモン、そしてドンリー、サイモンの2ポイント来ました。サイモン突き放されたくない信州ではあります。石川、いいね、うまくパスが通った。ドンリーのシュートです。よく見てますね。継続できるかなと、まあ、またガードナー選手が今乗ってるので、ガードナー選手得点を取らせるパターンですとか、そういうことのもね、はい、少しトンプソン、星野のスリー来ました。前節に続き決まってます。長野から
隅のベースライン奪いました。信州これ走りたいですね。今アウトナンバーでできてますね。トンプソンが走っています。ゴール下2ポイントです。第3クォーター残り1分を切っています。手を出していく。マッツが取った。さあ走ります。ダンクに行きました。長く入れました。レイマン3ポイントブロックしました。マッツです。デイビッド・サイモンから栗原、10秒切りました。ここで打つ、決めました。よく入れましたね。さあ追いかける点差は信州23点です。石川のスリーが来ました。オフィシャルタイムアウト明けです。そうですね。石川、トンプソン2ポイント決まりました。